今回は X のトレンドでチケットの高額転売についてトレンドが上がっていましたのでちょっとそちらの方をね見てるんですけども高額転売ね例えば劇団式のミュージカルなど舞台のチケットがまあ値段をねかなり上げているとまあ販売価格が例えば8000円だとしたらなんかそれがすぐに売り切れてしまってねで 売り切れたんだけども、チケットを探している人の前に、転売された1万5千円とか、2万5千円とかみたいなチラシが、まあ、いわゆるネットで販売されているのを見かけるということですね。で、えっ、ー、と、こちらの方にね、こういう投稿があります。良い席以外は転売していた。転売した利益で行きたい公園のチケットを買っていた。うーん。なんかね、転売した人も、なんか思惑あり。でも、 転売売したからといいって必ず売れるわけでではないのでチケットをね最初に確保する人も結構リスクがあるんじゃないかなと思うのとあとはねやっぱこう転売をする人ってやり玉にあげられることが多いと思いますけどもチケットをいち早く入手するというルートをねその人は地道に作っていたとも言えるんですよねでその次の投稿なんですけども高額転売がダメなのはわかるけど まあ、本当に行きたい人に行き渡らないっていうね、こういうのよく聞きますよね。高額で転売されていて、とても手が出ないと。チケット8000円のところが3万5000円。これじゃ本当に行きたい人が行けないよ。転売や許さんみたいなのがあるんですけども、本当に行きたい人って、8000円しか出せない人じゃなくって、4万5000円出してでも行きたい人なのかなと思うんですよね。で、 転売屋を憎むよりも、転売屋さんがどこからそのチケットを買ってるのかってことに、やっぱ興味を持ったりとかね。そのチケットを手に入れるノウハウを自分が手に入れることによって、正規の値段で早めに買うっていうところにたどり着ければいいのかなって気もするんですよね。うん。で、転売といえばね、うん、チケット屋さんがまず転売ですよね。 うん、だからまずはチケットを発売する元があって、その元から買い取ったチケットの販売店さんが、中間マージンを取った上で、利剤をつけて売ってるわけですから、そこも転売なんですよね。だからつまり、ライセンスを持ってきちんと転売してるところと、民間でチケットをね、大量に買い込んで、で市場からチケットがなくなったところで、えー、価格を上げて売るっていうね。 まあその違いなのかなと思いますけどもでそもそも私はねチケットの最初の金額が安いんじゃないかなと思うんですよ、まあ、市場価格をきちんとね反映されていたら最初の販売価格を例えば3万円にしとけば転売屋さんで多分入ってくることができないと思うんですよねで最初から3万円で行きたい人がみんな買うそれこそ本当に行きたい人が最初に まあ余ってるチケットの中から選べるみたいなことが起きるんじゃないかなと思うんですよね。うん、ただ腹立ちますよね。あの、販売価格が8000円のところなんかいつの間にか売り切れた後で、よく知らない人が2万5000円とか3万で売ってるみたいなね。でもこれはね、これははっきり言ってね、メルカリでもよくあるんですよ。メルカリで、その、トミカのね、その限定車種ってのがあるんですよね。もうすでに手に入らなくって、 5年前に販売終了とかね。昨年1年きりの販売だったみたいなのが、もう正規のルートで手に入らないから、人が手放すのを待つしかないんですよ。その時は多少割高でも、ね、やっぱ買いますからね。それこそ中古で壊れていても、どうしてもそれが欲しいと思ったら買うわけですよね。で、すべて市場原理でできているのかなっていうところで、冷静になると腹を立てるもんでもないかなと。うん。それはもちろん、 トミカだけじゃなくて、中古車にも言えますよね。あの、昔の中古車でもう、例えば日産とかトヨタから売られていないけども、中古車屋さんではものすごく高値をつけてる車ってあるわけですよ。まさに転売だとか言ってね、起こるのかって話ですよね。うん、やっぱり中古屋さんも、それを引き取った時点で出費を出してますし、それをメンテナンスするのにもコストがかかっていて、 で、販売店に置いておけば置いていくほどね、税金もかかるし、値段は高くなっていくんですよね。まあ、チケットはね、置いていくだけで腐るもんでもないんですけども、ただ、期限がありますしね。うーん。だから、そういった転売されて、高値をつけたチケットも、公演日が近づくに従って転売屋さんも価格を落としてくる、そうせざるを得ないっていうところに、購入のチャンスが巡ってくるのかなと思いますけども、いかがでしょうか。 今回以上です。